Thank you.
け。馴染みの顔がいる方が安心できるのか。追っ手の気配はないな。諦めてくれたか。どうやらそうらしいが、警戒は続けてくれ。カサネたちは無事に脱出できたかな。おっと、怪異反応が接近中だ。しかもこいつはかなりでかいぞ。来る。大丈夫だ。俺も戦う。まだいいぞ。俺はまるで呪いみたいだね。だけど私の超能力には解かせるかも。ドライブを使います。私が攻撃する。Yeah.
持ちいいな。消失。みんな無事だな。ユイト、頭痛は大丈夫？あんまり無理しちゃダメだよ。なんとか落ち着いたから平気だよ。心配かけたな。ユイト、それに他のみんなも聞こえる？カサネか。よかった、無事だったんだな。カサネたち近くにいるの？ええ、あなたたちより渡月に近いところだからまだ逃げている最中だけど、ユイト、提案があるの。あなたたちも渡月で何かを得たんでしょ？お互いの情報を交換しない？それにいろいろ話したいこともあるわ。カサネの方から話したいって言ってくれるとは思わなかったな。分かった、俺も同じことを言おうと思ってたところだよ。そう、話が早いわね。冷野さんの中腹あたりで待ってる。了解したわ。じゃあまた後で。ごめん、勝手に決めちまった。カサネに狙われているのはお前だ。お前がそうしたいなら構わんが、信用できるのか？渡月でカサネが俺を助けてくれたって言っただろ。俺の命を狙うのにも理由があるんだと思う。だから会って話をしたい。もしも話し合いに応じず重ねが襲ってきたらどうする？その時は戦うよ。わかりました、隊長がそう言うなら。ひとまず山を降りましょう。さっきの重ねの感じならきっと話ができるはずだ。重ねと話すのちょっと心配だな。もちろん話せたらいいとは思うんだけど。手放しで賛成というわけにもいかんが、ユイトの決めたことだ。尊重してやりたい。嵐たちも無事だったみたいだな。あの時は協力してくれてありがとう。おかげでみんなを助けることができたわ。それはこっちのセリフだよ。カサネがいなかったらきっと俺はベイブにジャックされてた。ねえカサネ、その様子ならもうユイトの命を狙うつもりはないのよね？花火、さっきも言っただろ、カサネは俺を助けてくれたんだって。分かってる。でもカサネの口から聞きたいの。花火が疑いを抱くのは当然よ。
さすが冷静なのね。でもそうね、今はまず話をするべきだと思っているわ。思い込みで進むのではなくて、お互いの話を聞いてより良い解決策を探すべきだって。こういう判断に至るのが遅くて迷惑をかけてしまったことは反省しているわ。カサネ、なんか変わったな。今なら教えてくれるか、どうして俺の命を狙ったのか。ええ、途方もない話だと思うけれど、落ち着いて聞いてね。実はあなたの命を狙ったのは頼まれたからなの。50年後のあなた自身に。俺自身？50年後？何を言ってるんだ、カサネ。当然の反応だね。私も実際に経験しなければとても信じることはできなかっただろうと思うよ。覚えてる？クナド高速で瀬戸さんが亡くなって、その後二人で見た不思議な光景のこと。あの時私が時間跳躍能力レッドストリングスを発言して、私と嵐たちは50年後へ飛んだのよ。え、カサネたち未来へ行ったってこと？レッドストリングスって確かカサネがよく見るっていう赤い糸の夢のことじゃないのか？夢じゃなかったのよ。私はレッドストリングスという時間跳躍能力を持っていた。そしてユイト、おそらくあなたも。私とあなたは同じ性質の超能力を持っているらしいの。え、確かに俺はカサネと同じ念力能力者だけど、そういうことを言ってるんじゃないんだよな。それにレッドストリングスとやらについて皆さんはかなり情報を把握されているようです。一体どこでそのような知識を得たんでしょうか？もしかしてそれも未来で？ええ、その通りよ。私たちは未来でユイトに会った。そこで彼からいろいろな話を聞いたわ。俺を殺す依頼もか。そうね、未来で聞いた情報を一通り説明するわ。みんなの疑問にも答えられると思う。誰から話を聞こうか。レッドストリングスを使うと出現する時間移動のための装置のようなもの、それがクナドゲートの正体らしい。本来は一瞬現れてすぐ消えるものなのだそうだ。しかし現状それが消えずに開きっぱなしのゲートはやがて世界を飲み込む。50年後の世界では上空のクナドゲートが今とは世界の終わり、あの未来ではもう何をしても手遅れな段階までゲートが。カサネちゃんも俺たちも未来で聞いた話を最初から鵜呑みにしたわけじゃない。後からセイランで得た情報だとか、まあいろいろあって、つっても話を聞いただけじゃ。クナドゲートはカサネがレッドストリングスを発動した時に開いたものなのよ。だけど発動時にユイトの超能力が共鳴して、そしてゲートは今も少しずつ拡大を続けているそうよ。私とあなたの超能力は本当は重力操作で、そして重力操作が時空を飛び越えるほどの力に発現したものがレッドストリングスと呼ばれて、私にも自覚はなかったのだけど、ユイトが死ねばクナドゲートは消滅する。そう未来のユイトは言っていたわ。そんな嘘。だけど未来ではもはや手遅れの状態になっていた。それでユイトは私に依頼してきたのよ。クナドゲートが取り返しのつかないほど大きくなる前にあなたを、過去の自分自身を殺してほしいって。やっぱりそうか。
俺の超能力がクナドゲートに影響していたんだな。トゲツのビジョンに話を聞いた時から嫌な予感をしてたけど、当たっちまうとはな。知っていたんだね。ああ、信じたくはなかったけど、でも本当なんだな。そうか、未来の俺が俺を、俺自分の始末も自分でつけられなかったなんてかっこ悪いな。ユイト、そんなことはないわ。あなたは、いえ、あの時間のあなたは立派だったし、今のあなただって大したものよ。重ねに褒められるとくすぐったいな。ありがとう、そう言ってくれるとちょっと心が軽くなる。それに俺の超能力が重ねと同じだなんて誇らしいよ。そういえば、あなたの脳の状態はどうなの？少しは落ち着いたの？ああ、大丈夫、なんとかやってるよ。心配するなって。さて、それじゃあ情報交換をしようか。だったらまずはこちらから聞いておきたいことがある。特に強化について。ええ、当然でしょうね。強化、あなたはトゲツのデザインチルドレンなんだよな。ええ、トゲツで作られたクローンよ。私の遺伝子はトゲツ教の開祖ヒトヨポープ博士のもの。あの町にいるのは私のように同じ遺伝子データからデザインされ選別された超能力者、トゲツの子供たちよ。なるほど、だから強化の姿とポープ博士の姿が同じだったんですね。教団の施設でポープ博士のビジョンを見たときは驚きました。嫌なことを聞くが、強化が渡月橋の関係者ということは？ああ、その通り。強化はスパイだった。重ねを見張るためのね。ただし、今は違う。我々の仲間として生きると決めてくれた。強化のことは私が保証するよ。敵ではないとね。うん、信じるよ。な、ずいぶんあっさりしているな。だって強化を見る重ねの目が優しいからさ。っていうのはちょっと恥ずかしい言い方かもしれないけど、正直なところ強化のことはよくわからないよ。だから俺だけの判断では何とも言えない。でも俺は重ねのことなら知ってる。これからのためにも重ねと話したいと思ったし、そのためには重ねを信じるべきだと思った。重ねを信じるなら重ねが信じるものを信じる。そうしたいんだ。シデン、青筋を立てないでやってください。ユイトはこういう人間なんです。知っているでしょう。ああ、バカだったってことを思い出したよ。ねえ重ね、評価がそうならあなたもデザインチルドレンなの？は？何を言っているんだ。俺たち渡月で見たんだ、重ねと同じ顔をしたデザインチルドレンたちを。それってそういうことだよな？ええ、多分そうだと思う。不思議な言い回しだね重ね。この話は初耳なんだが、説明してもらえるかな？渡月で少しだけ思い出したことがあるの。子供の頃のことやママのこと。その時の記憶では私もデザインチルドレンと言われていたわ。思い出したばかりで実感もなくて、だからこんな言い方になってしまうのだけれど。そうなんだ。ごめん、辛いことを聞いたよね重ね。悲しそうな顔してるもん。ごめんね、嫌なこと聞いて。優しいのね花火。でも当然のことよ、
気にしないで。ありがとう。カサネは花火には優しいな。そう、普通だと思うけれど。それより他に話しておきたいことはあるかしら。ああ、そうだな。人類が月から来たって話のこと、詳しく知っているなら教えてほしいんだ。頭でも打ったのか、ユイト。もしかしてカサネたちこのことを知らない？待て、つぐみ、今の話は本当の話なのか？うん、どうやらまずは僕たちの持っている情報を説明した方が良さそうですね。全てはトゲツのデータを参照して得た知識なんだ。だから正直なところ信じていいのかわからない。ですが、強化がトゲツのスパイだったのなら、この話が事実かどうかはご存知なのではありませんか？ええ、それが正しい歴史だと教えられたわ。ただそれすらもトゲツの何らかの思惑なら。いや、それ全部マジモンの話だから。どういうこと、カゲロウ？つぐみちゃん、そんな顔しないでくれよ。俺はつぐみちゃんのその顔に弱いんだよね。カゲロウ、お前には聞きたいことがたくさんある。でも今はトゲツが語る歴史のことを教えてくれ。この話はトゲツ教の信者にとっては常識なのか？ああ、それね、トゲツ教、それ自体嘘だから。トゲツがトゲツとして独立するための方便。そもそもトゲツには基本的にデザインチルドレンしかいないしな。確かに宗教施設には見えませんでしたね。ではカゲロウもデザインチルドレンなんですか？基本的にはって言っただろう。俺は月からの移民団の一人だ。ふざけるな。仮に月からの移民が事実でも2000年も前の話だろ。コールドスリープか。そう、その通り。移民団のうちの何十人かは渡月にある施設でコールドスリープしてるんだ。で、順番に起きては地球の状況を確認して月への連絡を試みているってわけ。待ってくれ。じゃあカゲロウはヤクモの時代の人間なのか？まあ急にこんなこと言われても驚くよな。だが事実だ。地球で暮らす決意をしたニューヒムカと違って、月に戻りたかった人間がトゲツを作ったんだよ。トゲツはニューヒムカもセイランもどうでもいいんだ。自分たちだけがカイのいるこんなクソったれな大地じゃなくて、月に帰りたいっていうエゴ集団なんだわ。ただ断絶の帯がある限り月には帰れない。それどころか月までカイに襲われてるらしいという情報を得た。だから考えたのさ、故郷である月を救い、自分たちが地球から逃れるためには移民そのものをなかったことにすればいい。レッドストリングス、時間跳躍能力。そうか、時間を巻き戻して全てをなかったことにする。でもそれではやがて人類はまた地球への移民を開始してしまうのでは？正確には月と地球を含めた限られた空間の時間だけを巻き戻す計画なの。そんなことできるの？宇宙の一部分だけを過去に戻すなんて。レッドストリングスにはできると考えられているわ。そして時間を巻き戻さない空間に私たちが生きているこの歴史の記録を残すことで地球への移民をやめさせるつもりなのよ。待って、頭が混乱してきた。そんな途方もない話どうやって噛み砕いたらいいの？信じようと信じまいと、トゲツはそれを実行しようとして
本当にレッドストリングスを作っちまった。その成果が重ねだ。なぜかユイとも同じような力を持ってるってのが不思議だけどな。今の話を全て真実と仮定する。そうなるともはやニューヒムカだのセイランだのと言っている場合ではないのではないか。トゲツが長年の野望を実現すれば俺たちの存在そのものがなかったことになる。そんなのは嫌だ。なかったことになるってなんだ。俺もみんなもここにいて、いろいろあっても必死に生きようとしてるのに。カゲロウはトゲツの計画の中枢にいる人間ですよね。なぜこんな話をするんですか。あなたも強化のようにトゲツを捨てるつもりと考えていいのでしょうか。俺はもともとトゲツの計画をぶち壊したい側でね。そのためにトゲツの中に入って計画を邪魔してきたんだよ。虫のいい話だな。どうやってそれを信じろって言うんだ。信じなくていいさ。嫌ならここでお前らとは別れるだけだ。ただこの歴史をなかったことにはさせない。俺には月に残してきた家族がいる。あの子の存在までなかったことにされてたまるかよ。カゲロウ、本気。私にはわかる。本気のカゲロウ、久しぶりだもの。だから信じてあげて。つぐみちゃん。カゲロウをよく知るつぐみの言葉なら信じていいのかもしれない。それにユイト、あなたはカゲロウを信じるんでしょう。ああ、つぐみが信じるなら俺もカゲロウを信じる。ならユイトが信じるカゲロウを私も信じることにするわ。もちろん裏切ったら殺すけれど。傑作だ。アマちゃんばっかりだとバカにしてたが、それに救われちまうんだからな。カゲロウを信じるなら月からの移民の歴史も全て信じるってことだよね。その上で私たちがやれることって。トゲツの計画を止める、それしかない。でもあまりに話が大きすぎて今の俺たちの手には余る。やっぱり国を動かす人間の協力が必要だよな。ニューヒムカ政府に訴えるのか。俺たちはお尋ね者になっているはずだが。それでも協力を得られるようにするしかない。もちろん政府がやっていることは到底許せないけど、トゲツのやろうとしていることを知れば政府がやってる非道な行いも無意味だと分かってくれるかもしれない。私たちもセイランの自治政府に働きかけたらどうかしら。トゲツの脅威を知れば戦うべき相手がニューヒムカではないことを分かってくれるかもしれない。どうかな。俺の見たところニューヒムカもセイランも月からの移民という歴史は把握しているはずだ。その上でそれぞれの生き残りを画策しているように見える。それでも手をこまねいているよりは動いてみるべきだ。このままなかったことにされるのは嫌だろう。まあな。じゃあお互い手分けしてことに当たるか。ええ、そうしましょう。ユイト、あなたはニューヒムカを。カサネはセイランを説得するんだな。やっと同じ目的で動けるな。ええ、お互い頑張りましょう。でも、トゲツでこれだけの情報が手に入るとは思ってもみなかったな。予想外のことだらけだったし。トゲツに行って帰ってきただけなのに、ものすごく長い旅をしてきた気分。
みんなお疲れさん。いろんなことがありすぎたな。全部飲み込むのは難しいけど、知れてよかったと思う。僕たちが普段見ているのはごく狭い世界で、外側にはまだ別の世界が広がっていることを思い知らされました。重ねとも和解ができてよかった。心配の種が一つ減ったな。なあみんな、クナドゲートのことなんだけど。ユイトの超能力が関係しているという件ですか？ああ、あの後ハルカからセーラン側のゲート調査資料も回してもらったんだが、結論は一致してた。実際ちょっとずつそのでかくなってるのは確かみたいだぜ。ユイトが超能力を使わなければいいのか？例えば戦闘には参加しないとか。いえ、僕もクナドゲートの調査資料を検討してみたのですが、今のところユイトの特定の行動とゲートの成長に明らかな相関があるようには見えませんでした。え、じゃあユイトは関係ないってこと？そうではなく、ユイトの超能力の存在そのものが影響しているというか、おそらくユイトが生きているだけでゲートは拡大を続けることになると思います。そうか。嫌な言い方をしてすみません。でも自分のことは知っておいた方がいいと思ったので。いや、教えてもらえてよかったよ。目を背けたって事実は変わらないわけだしさ。それにルカの言う通りだとしたら、俺は別におとなしくしてる必要はないってことだよな。クナドゲートの詳細は解明されていませんが、多分そういうことになると思います。ユイト、何を考えている？みんなにお願いしたいことがあるんだ。お願い？トケツで話を聞いたときはどうしよう、死ぬしかないのかって考えなかったと言ったら嘘になる。だけど俺にはまだやらなきゃいけないことや知らなきゃいけないことがたくさんあるし、それに本当に他の方法がないのか探してみないとわからないなと思って。トゲツに行くまで月のことなんて知らなかったみたいに、俺たちの知らない解決方法がどこかにあるかもしれない。重ねもきっと同じことを考えて俺を狙うことをやめたんだと思う。だから一緒にクナドゲートの解決策を考えてほしい。本当にあるかどうかはわからないけど。まったく、何を言い出すのかと思えば、そんなことは当たり前だろう。ゲンマの言う通り、最初からそのつもり。俺の情報も甘く見るなよ。機密情報だって引っこ抜いてやるからな。ユイト、これはあなただけの問題ではありませんよ。世界がどうこうではなくて、僕たちはチームなんですから。絶対方法はあるよ。みんなで探せば絶対見つかるよ。世界もユイトも両方助けなきゃいけないんだからね。みんな、そう言ってくれるかなって思ってたけど、俺やっぱり不安になってたのかもしれない。だから本当にありがとう。人間は月から来たとか地球が滅亡するとか、一度にいろいろ聞きすぎて頭がぐるぐるしちゃう。でもゆっくりでも全部理解しなきゃだね。ここから前に進むために。